皆さん、こんにちは、こんばんは。レクドリームです。今日は、皆さんに重大なお知らせがあります。リンちゃん、ジャンガリアハムスターのリンちゃんが、右の橋を渡りました。ついさっきですね。3時頃です。私にとってハムスターは本当に家族で、家族として迎え入れて1年1年11ヶ月でした。来月の6月、7月で2年になるところでした。短かった。今までハムスターか、家族迎え入れて、だいたい2年超えていたんですけど、この子は、ちょっと早かったです。私が、これから、本当に、ごめんなさい。ちょっと整理つかなって、私がやっぱり足が痛かったり結構辛い時ってハムスターのところに行って癒しをもらったり、見てるだけで本当に可愛くてたくさんの癒しをもらいました。で、私の YouTube の中でハムスターの動画って本当に少ないと思うんですけど、本当に少ないと思うんですけど、皆さんに癒しを与えていたと私は思っています。なので、りんちゃんの泣き殻をこれからお伝えしたいと思います。私は、リンちゃんやポンちゃんとかは、自分の、もちろん、飼い主は私ですが、癒しを与えているのは、私だけで、癒しを与えてもらっているのは、私だけではなくて、皆さんにも与えてたと、私は思います。なので、これから、リンちゃんの泣き殻をお見せします。ただし、リンちゃんの泣き殻を、見たくないという人は、ここで止めてください。リンちゃんは、最後だんだん、体が痩せ細ってきて、で、食べるものも、なかなか食べなかったので、ハムスターのプレートを、水でふやかしたりみたいとか、蜂蜜で、ちょっとだけ、蜂蜜垂らして混ぜてみたりとかしたんですけど、全然食べてくれなくて、食べてくれないから、本当にどうしていいかわかんなくて、でもそれでも昨日の夜は部屋んぽに話してあげて、たくさん散歩させてあげました。痩せてるのにね、すごい素晴らしくて動きが早かったんです。本当になんか、ポンちゃんもそうですけど、リンちゃんも本当に、癒されてきました。ちょっとね、今からお花を
あげたいと思います。あのお花はレギンオが花なんですけど、2つをあげたいと思います。最後はね、もう息が苦しくて、口で息を一生懸命やってました。ちょうど6月のアジサイの月になったので、ちょっとオレンジのアジサイなんですけど、あげたいと思います。前のバンちゃんの時も6月に亡くなった覚えがあります。皆さん今少ないハムスターの動画だったと思うんですけど、見てくださってありがとうございました。もう虹の橋を渡ってしまったけど、きっとポンちゃんや初代の番や2代目の番と合っていると思います。またハムスターとしてこういうことを覚悟するのは当然、ね、家族として迎え入れた以上は当然のことなので、いつも覚悟していました。皆さん、りんちゃんの動画を見てくれてありがとうございました。りんちゃん、みんなにバイバイって言ってあげて。ね。はい。ご視聴ありがとうございました。